ウィース、引き続きジャムズ、この渋谷のハーレムからもうね、すごい模様をお伝えしますけれども、なんとリコの隣にはもう今花行き荒いしまうまジブラ抱かれたいラッパーナンバーワン。マジで？え、知らないの？そうらしいけど、なんか帽子である雑誌で、うん、ジブラ抱かれたいラッパーナンバーワンらしいんだけど、それについてコメントはてる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 。じゃあリコとりあえずはきついとこかな、うん、で、あの3位がマミーディなんだよね。なんなのそれ。ねね、抱かれたいラッパーの、あー、1位2位3位とかそういうやつ、うん、1位ジブラで2位誰ですか。あ、これよくわかんないで、マミディに俺3位なんだよって聞いてそれ不服なのかなそんな話はどうでもいいんですけれども、なんと今日7月25日いや実はそうジブラからすごい爆弾発言があるぜ。7月25日、もうなんかあれだろ、よくチェックしてるさ、ヘッドとか分かってるかもしんないけど、うん、俺のシングルの発売日、レコード言っとけタイトルは真っ昼間。そう、よろしく。もう真っ昼間からっていう曲です。そう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 、もう昼間からさ、そう夏場だから、うん、もう騒いで、そうね、裏でやって、そんで夜の部に突入って感じでしょ。そうそう、それでね、ジブラはなんと明日からすごいとこに行っちゃうんだよね。明日から26日から、うん、そんな感じかな。うん、うん、明日とあるニューヨークで、うん、そう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 、うん、向こうでちょっとなんかイベントがあってさ、ロックステディアニバーサリー20周年、うん、ブレイキングのグループのロックステディクルーの、まあ、世界中にもロックステディクルーっていうのがいて、日本にも、クレイジーアキラさんとかがロックステディクルージャパンっていうのをやってて、 で、それの一環で、ジブラもニューヨークでこうその世界中のロックステディクルーブレイクダンサーがバーッとね、集まる集会じゃないけどパーティーっていうかが行われるんですよ、ニューヨークで。なんかね、毎年やってて、ほら、なんていうの、ただでさ、うん、みんなキッズたちにさ、うん、見せるライブとかを見せるんだよね。そうなんだ。前はなんかロックステディーなんていうの、公園みたいなところで、うん、それのだから20周年みたいな、そういう感じなんじゃないの。ロックステディー自体がこう動き始めて、こうブロックパーティーみたいなのの20周年、うん、3日間ぐらいやるらしいよ。あ、ほんと、うん、で、それにいろんな各地からいろんなラッパーが参加するんでしょ、うん、そう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 。で、ジブラもちょっとジャパンを代表して行っとく、リプゼントキヨって感じ。そんなノリだね。リプゼンジャパンって感じで、そんなノリだね。かましてくると、そんなノリだね、うん、ということなんで、本当に今ね、ジブラの真っ昼間はとあるビデオ監督が、撮影してまして、今編集段階なんで、そう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 、っていう噂を聞いたんだけど、いや、もうできてるいや、違う、さっきあったのよ。あのね、25日、うん、できてる、うんうん、なんで、もうできてるぜ。ジャムズ上でもオンエア、マジか。そうそう、ちょっと今日持ってくの忘れたんだよねだからまた来週だ、うん、来週だ、とりあえず来週、とりあえず来週まで待っててください。ジブラの真っ昼間、チェックイットアウト、ペース。